セニョール、昨日のひな祭りではお酒をだいぶ飲んだみたいだけど大丈夫なの？全然ノープロブレム、問題なしだよ。かえってお酒で充電されて元気いっぱいだね。でもセニョール、博士は問題ありみたいよ。あ、博士、こんにちは。ちょっと待ってセニョール君、わしはもっと小さな声でも十分聞こえるぞ。今日は頼むからもう少し小さな声で話してくれるかね。あれ博士、どうしちゃったの？もしかして昨日のひな祭りで飲みすぎちゃって二日酔いになっちゃったのかな。セニョールはこんなに元気なのにね。ね、セニョール。若さの違いかな。お酒のおかげでフル充電だね。誰か止めてよ。浦子くん博士もただただ見守りだけなの？だってセニョールは元気いっぱいって言ってたじゃない。力が有り余っているのかなって思ったからね。博士、そうじゃよ。所詮このわしは疲れたじじいで、お酒を飲んでも充電すらされない老いぼれじゃからな。ほれ、もっとしっかりスクワットを続けるんじゃ。博士、もう許してください。さすがに僕もすっかり放電、バッテリー上がり状態です。じゃあセニョール、もう一回お酒飲んで充電する？もう限界、お酒はいらない。おお、そうじゃ。セニョール君を見てたら今回の研究が決まったぞ。今回はこれにしよう。バッテリーの劣化を予防する添加剤について研究せよですね。それって今の僕にはリアルな研究ですね。本当そうよね。でも博士、今まで燃料系やオイル系の添加剤は聞いたことがあるけど、バッテリーの添加剤って一体どんな役目をするの？バッテリーの添加剤なのだから、バッテリー液に補充して使うんじゃが、分かりやすく言えばバッテリー内部の極板をきれいにしてバッテリーを延命する役目があるんじゃよ。バッテリー内部の極板、きれいにして延命。博士、分かんない。もっと分かりやすく教えてちょうだい。ではセニョール君、わしの机の上に先日作成した資料と添加剤があるから、持ってきて説明してくれるかの？はい、かしこまり。じゃあ説明するよ。これが自動車のバッテリーの内部構造なんだよね。さっきの極板はここにあるプラスとマイナスの極板のことで、お互いが接触しないように間にセパレーターが入ってるんだ。そしてバッテリー内部には電解液が入っていて、電気を蓄えてるんだよ。この電解液は希硫酸なので、皮膚や衣服につくと大変なことになるから注意が必要なんじゃよ。でも博士、なんで極板をきれいにする必要があるの？汚れるものなの？バッテリーの極板には電気を通さない被膜が発生し付着してしまうんじゃ。元気の良いバッテリーはこの被膜をまた溶かすんじゃが、徐々に衰えてくるとこの被膜が溶けずに結晶化するんじゃな。その被膜の結晶化をサルフェーションといい、ひどくなると電気を流せずバッテリーが上がってしまうんですよね。そうじゃな、それがバッテリーの寿命、交換時期なんじゃよ。ではバッテリー添加剤はそのサルフェーションを落とす役割があるの？そうだよ。この小さな添加剤だけど、この添加剤はサルフェーションを落とし、極板をコーティングすることによりバッテリーの寿命を伸ばすことができるんだ。小さいけどすごいね。じゃあ極板をコーティングするってことは、バッテリーが弱る前から入れた方がいいってことね。うん、そうじゃよ。
バッテリーの能力を長く使うためには早めのバッテリー添加剤で決まりじゃ。博士に入れる添加剤もあるといいわね。決まりじゃ。